小籔義隆は、東大阪市を中心に活動する、小籔ボード演奏者、開発者である。両手の指10本でタッピングを行う、弦楽器小籔ボードの開発者であり、その演奏者である。小籔ボードボディ、小籔ボードヘッド、ディバイザーにて小籔ボード、シンメトリックボードのユニットライラ&リップルスとしても活動。小籔ボードと共に、スティックやWarrギターの演奏も行う。12月6日、東大阪市長田に生まれる。小籔自動車の長男として育ち、幼少の頃から機械工作に親しみながら育つ。小学時代は小籔義隆ではなく小籔義隆と書いており、アマチュア無線のテストを受験するまで使用していたが、受験時に問題があり、夏休みの講習最終試験を失格する。次の年の春、国家試験を受験合格する。小学生高学年の頃、五弦banjoを始める。1985年高陽音楽院、ジャズギター科に入学。1986年、小籔ボード第1号機、プロと1が完成。1995年、小籔ボード第5号機、プロと5が完成。1997年、ベルギータッピング楽器セミナーに参加。1998年、アメリカ、テネシー州ナッシュビルに武者修行に出る。1999年から2004年活動拠点を大阪から東京に移転、演奏活動と並行して芸能活動も開始する。目覚ましテレビ、豊島テレビエトセトラなどテレビ番組にも出演。ギタリスト陣茂氏、ベーシスト今沢影郎氏とツアーを敢行。菅沼孝三ドラム道場にゲスト出演。2005年長野県松本市のギターメーカー株式会社ディバイザーより小籔ボードの製品化の話があり、東京から松本市に移住する。同年、小籔ボードを製品化、世界中に販売を開始する。2006年アメリカで行われる世界最大の楽器賞ナム賞に小籔ボード奏者として出演。2007年ミュージックチャイナに小籔ボードを出展。2008年関西ローカル毎日放送テレビのちちんぷいぷいに特集される。2009年ドイツムジークメッセに小籔ボードを出展。2009年女性ボーカリストライラとのユニットライラ&リップルスを開始する。ありがとうございます。